これからカニの説明をします。カニには、3種類あるそうです、まず男のカニ、それからメスのカニ、女のカニですね。それから中間でバクラのカニがいうことです。このカニはメスです。それからこれがオスです。そして問題のやつ、こいつですね。こいつがバクラだそうです。バクラは美味しいそうですが、食べてみると味に大差はないそうです。こうしてみると分かりますね。左からオス、バクラ、メスです。上海ザガミです。台湾、あ、ごめんなさい、台湾ガザミです。バコバコ言っておりますが、残念ながら私は食べられません。誠に残念です。なんだ かわいそうなあの カニのアレルギーの人がいました。もう一度言います。これがバクラのカニです。これがメスです。これがオスです。初めて見ました。以上、説明終わります。